最初に焼き鮭を何個持っていくか選んでも、最終的な目標はネザーに行ってピグリンと交易をする。みんなにはそれを達成してもらいます。達成する際により少ない食料で達成した人が勝ちです。山田が俺は食料いらねえぜつって、そうちゃんが食料5個持っていますつって、2人ともチャレンジ達成したら山田の方が食料少ないから山田の勝ち。食料少ないと体力回復できないとかリスクがあるじゃん。山田が調子のゼロ個とか言ってチャレンジ達成できなかったら、堅実に5個持ってったそうちゃんが勝ちます。最初に選んだ数が反映されます。はい、ルールのおさらいします。ネザー行ってピグリンと交易してもらいます。どれだけ少ない食料でできるかを競います。死んだら脱落です。どうしよう、時間制限あった方が面白くなるから。あった方がいいかもしれないですね。25、はいはいはい、はい、じゃあ25分。じゃあまあまあ最初に焼き鮭を何個取るか。これでも一斉のおでの方がちょっと平等じゃない？あ、確かにね、平等だね。ちゃんとに打ちましょうか。どうしようこれ。決まりかな。おいら、俺は決めたぜ。僕も決めました。でも決まった。じゃあ一斉のでっつっても聞き取れない気がする。あ、じゃあ、まあ、じゃあ打ちゃいいんじゃないの。チャットで、ね、打つか。チャットチャットに打ちゃいい。使いがいるわ。はい、みんな今チャットの準備してたよ。今チャット打ってたの。いきますよ。はい、せーの。おっと、ポケモンだよね。40やべえかも。性格出るわ。性格出たわ。64がいると思ったんだよ。行こうぜ。さあ、すご。行きまーす。よーい、スタート。リッチやばすぎだろ。それリッチやばい。やば、こんなとこ死ぬやん。もう死ぬかもしれない。なんでこんなところから始めたんだ。はいはい、ダッシュジャンプし放題。うわー、羨ましい。いやー、羨ましいけど25分やだな。まあでも25分以内にピグリン攻撃すればいいんでしょ。これで25分で攻撃できなかった時やばいな。いや、でも地上で見つければいいんちゃうか。まあ、ただ地上やったら夜になっちゃうとっていうね。なるほどな。ご飯あれば大丈夫。面白いところですね。ご飯あっても強い。あっ、え、なに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 。いや、なんもないなんもない。言うてもこれ時間制限あるだけで時間の速さ競ってないから。うん、そう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 。焼き鮭どこかわかんない。どこ使ってる？え、また探してんの？焼き鮭普通に借りたわよ。俺らさ、ゼロ同盟だからちょっと仲良くしない。タクパン掘ってきまーす。ちょっと一緒に掘ろう。一緒に掘ろう。タクパン同じ穴使っていこう。よくないぞー。よし、そうだそうだ。はぁ、え、タクパンなんかそこ漁った。あぁ、ミス。あ、なんかチェストチェストだる。溶岩だまりあるから、なんならもう鉄あったらいけるレベル。水没してる。あ、溶岩溜まりあんの？そう。いや、そこなんか割れてない？溶岩の、ふーん。全部埋めたれ。埋めよ。やめろ、お前。埋めよ、埋めよ。埋めよ、埋めよ。めよ、水バケツ。いや、お前、妨害に回るな、バカ。ここ広いかも、今。ここ絶対広い。なんでお前ら協力すんねん。いや、たまたまいた。たまたまいた。なんか、うわ、ちょ、溶岩溜まり探しに行こうか、めっちゃ悩むんだけど。うわ、もういいな。あっち側にいるの知ってんだよ。クリアリングする。このゲームの必勝法、盾。必勝法。ああ、確かに盾。お前らも溶岩なら、もしかして諦めた？いや、全然。多分周辺にいるよ、ずっと。マジ？盾。あ、もう。でも行くのめんどくさくなってきたな。一緒、遠いんだよ。あ、やばい、下落ちちゃった。ダメージ食らっちゃった。スケルトン目の前に行っちゃった。はい。入ります。スリーコンスイッチかな。ここダメっぽそうじゃない。いや、まだ可能性はあると信じて下に行くのは。待って、それそもそも俺ピグリンとの交流の仕方が分かんない。金も見つめなきゃいけない。喋るんで。やばい。喋らないです。喋る。燃料がないですね。たくさんさん、僕燃料持っていくんで、ちょっとあれしてください。あ、本当ですか。仲良くしてください。来てください。じゃあそっちの方向行けばありますか。洞窟ありますね。あいつら殴り合わねえから。バカタレだろ。突然殴り出すのはやる。ダイヤって、ダイヤダイヤチャレンジしとるやつするって。ダイヤを見ただけでこの喜び。これはウタクレのところに行くのが一番いい。3個なかったらヒッケル作れないんだよな。そうそう、意味ないんよな。3個ありません。なんでそんなノリノリやねん。本当についてないな。たまりあると思うんだけどね、探せば。いいね、探せばありそうだ。水中にダイヤ埋まってないかを。確かにダイヤ。水中呼吸さんで泳ぐの楽しい。やめろ、水中にダイヤとか読むな。あって、俺これ死ぬか。え？え、急に？あ、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんで？また。あ、マグマもあった。お。いつマグマがほんまに見つからへん。これはウタ君が作ったネザーゲートに入ってもいいんですよね。あ、ダイヤもあった。やばい、スケルト
そうなんじゃないの。お前、お前本当に死ねる。本当にそれはお前マジで。本当に本当に俺のために何をしてくれるんだい。本当にバケツ協力する。ああ。痛い。やめて。痛いじゃない。痛い。痛い。何をしてないで。いい声出てんな。ちょっと間に合わへんわ。間に合わない。間に合わない。間に合わねえ気がしてきた。あと何分？あと何分？あと6分半。わお。うん。まあ間に合わんやつがおかやからな。うわ、やば。ここめっちゃモンスターいる。うわ、ぶねえ。今真横で爆発しました。あと 4.5 です。おっと、だんだん減ってきてるやん。あ、さあさあ。さあ、レーザーへイン。おっと、マジか。すごい。うわ、これで運悪かったら死ぬ。まあ、タクパン、お前は捨ておく。じゃあな。ちょっと見つけたら見つけて。これでピグリンがいないと。待って、ガストの声する。よいしょ。やーべえ、マジでたまりねえんだけど。ないないない。本当にない。本当にない。アルティだけ。あ、でもソウちゃん行ったぞ。ソウちゃんがよ。あ、ソウちゃん行ってる。シレット。ゾンビピックマン行った。じゃ関係ないのか。ゾンビピックマンではない。ピックマンは殴るといいっていうね。なんでピグリン子供しかいないの。たくにどこだ。水行ったんすか。水、なんか水の方を伝ってくると作業台が置いてある。あ、あ、たくまーん。嬉しいんだねんけど。よっせー。たくまーん。え、普通に普通に死んだ。お前の敵は俺が取る。ゾンビ今あれだった。ゾンビ 3.5 も食らうんだあれって。ゾンビ強え。え、ピグリンってもっといるんだ。あった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 あいたー。後ろ後ろ後ろ。だと思った。え、誰かのネザーゲートの位置えぐくない？まあまあクリアでしょう。こっちか。オッケー。あ、でもハルティさん近くね。おお。神。俺はもうクリアしたぜ。やばな。何分ですか？やべえ。これ待って、黒曜石何個いるんだっけ最低で？もう49個。違います。鮭おいしい。鮭でいい。いや、俺防具があるから俺には防具がある。俺も防具あるわ。まあ。これは痛い。ちなみにこのガストの攻撃がピックマンに当たってもヘイトを買います。あ、ただあ、どういよよピグリンが痛い。山田は早くしろよ豚おい。よし、はい、オッケー、交換しました山田くん。はい、マジ。あと何人ですか。救治士ある。救治士もてないんだよな。うたくん、あと何分って聞かれてるよ。あと1分50。あと1分。やばい。やばい。瞬間ぐらいにないとまずいぞ。おい、飯40個持ってるやつどうした。あ、出た瞬間ぐらいにないともうこれは関係ねえじゃん。さあ、レッツゴーネザー行きますね。残り1分半でネザーに突入。いけるいける。やばい。おい、この花に出てきてしまった。運のないやつ。運のない。さあ、これはどうする。出てしまうのか。死んでるやんけ。お出た。あと何分、あと何秒。ウタの死体を足蹴に。あと50秒。そうじゃあとだ。そうじゃない。ウタがあと何秒。あと30秒。30秒はいいだ。そうじゃん、ピグリンはあれっすよ。豚。ガスティンが、ガスティンが。その辺にいる豚っすよ、ピグリンは。ピックマン。は？何秒？あと18秒。さっき近くにいたピグリンがいない。15、14、13。山田がここで交換したのに。誰かソーちゃんも見てあげて。ソーちゃん、ピグリンのやり方わかんなくて、ただネザー掘ってたソーちゃん見てあげて。4、3、2、1。やばかった。知らんガチャと悪いし、知らんやったことないもん。これめちゃめちゃ運悪いね。山田だってさっきここで交換したもんね。クリアしたのはハルティだけ。ハルティだけ。山田も山田か。で、山があれ鮭の数少なかったのどっちかな。はい、ゼロ。これクリアしました私。いや全国のハルティファンの諸君、かっこいいとこ見せれてよかったよ。これからも俺プロマインクラフターとして頑張っていくから、みんな応援よろしくな。あの動画出して、もしそうか、動画出して。
この動画出した後に誘惑の動画出した。ああなるほど。ああいいかもしれない。任せてください。やめ。いい方で、いい方後にして。